実況ファンキーズゲイ、どうもファンキーズのケンショウです。コングです。ドラクエウォーク仲間モンスターデスピサの取扱い説明書、よいしょ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 い。さあ唐突に始まってしまいました。毎週火曜日のお楽しみドラクエウォーク動画のお時間です。デスピサロ来ました。デスピサロピー様来たよ。魔王ね、魔王シリーズ、前回のデスタムーアに続いてデスピサロ今回いきます。いやー、これだってあれでしょ、なんか環境が変わってデスピサロ急に風向きが吹いてきたと。完全に追い風、完全に追い風。実際ね、ケンシロウこれ引いてから作りて引いてから作りてって言って滑り込みで引いてきましたよ。引いてきました、引いてきました、引いてきました。極みを後でお見せします。いやー、ちょっとこれ楽しみやな。これデスピサロだってさ、今後も今追ってんだけどさ、ぶっちゃけめちゃくちゃ強えとか環境的に使えるっていう声だけで追ってるから、何が強いかあんまり分かってない。あ、これはね、この動画を見れば分かるわ。分かるな、それは分かるな、間違いない。この動画を最後まで見てもらえればデスピサロについて、1、最新環境での強さ、2、育て方使い方、3、将来性込みの性格スキル別ランキングが分かります。いやー、これでスペシャル引いちゃうよ、今後も。いやー、これね、ファンキーズ3人で引いちゃおうよ。ヘルビーも好きって言ってたしね。あ、それな。では、すでに引いた皆さんも、これから引く予定の皆さんも、早速本編、行きましょう。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、お願いします。まずはステータス紹介。ちょい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 。早速映してるかと思いきや、切れ者やないかい。いやー、やらかしたわー。やらかした。これね、初心者コングといえども、この切れ者ちょっと使えねえんじゃねえかってのはわかる。無理やり強化つけてみたけど、弱化、30%。これはね、後ほど解説するわ。後ほど解説するわ。お願いします。切れ者だったー。じゃあ気を取り直して、ステータス紹介からいきます。まずね、このモンスターは器用さ1、器用さ1。見て、切れ者859もあるから。えぐいな。えぐいじゃん。見たことねえ。そんなん見たことねえ。うん、で、攻撃力もかなり上位なんで、つまり、わかる？器用さと攻撃を足したら、ブレスの強さになると。おっしゃる通り。ブレス威力が最高級なのよ、こいつは。あ、いいね。なので、ブレスアタッカーに仕上げたい。っていうのがまずベースね。なるほどね。で、守備もそこそこ高い。結構ね、物理も硬いよっていうのが特徴。ああ、確かにこいつ結構終盤まで残ってるイメージやな。あとはね、一応ね、素早さは、これね、目安ね、シャドウサタンと同じぐらい。もっと遅いと思ってたわ。うん、意外に速いでしょ、意外に速い。うん、意外に速い。そう。ただ、こいつは素早さは、まあそこそこっていうところなんだけど、特性が大事で、電光石火を持ってんのよ。電光石火ね。なんか聞いたことあるけど、うん、ちょっと改めて電光石火の解説を頼むわ。OK。電光石火。ターン開始時に稀に最初に行動します。これね 25%、 25% ね。4回に1回は先制攻撃で最初に動くのよ。これはもう8体中一番最初にってこと？そう、キラパンより先に動くっていうね。なるほどね。てか予備位置で真っ先に動くってめちゃくちゃ使えるやん。いや、結構ねこれ使えんのよ。本当に素早いやつって大体柔らかいじゃん。うん、確かに。うん、そこにズサッと入るからいいね。そう、こいつはね、なんでね、素早さ以上に速く感じると思う。いや、なんかブレス最高級とか差し置いてもなんかこれだけでもなんか十分使える感じあるよね。いや、そう、本来ね、スライムとかブチスライムが持ってる特性なんだけど、なぜか魔王様にも与えられました。なぜかね。続いてスキル分岐、今回はね3回分かれてる。あと、これは厳しいやつか。そうなんだよな。まずね、レベル10、10レベで火炎の息か激しい炎。これはもう激しい炎のあたり。まあそうだね、 C と B だから。まあでもね、正直これはね、うんうん、どっちでもいい、あんまり打たない。ああ、なるほどね。うん、で続いて30レベルでこれ3択なんだけど、 B の凍える吹雪か、 A の高熱のガスか、 A のザキ、この3択なのよ。ザキ、ザキ、ザキ、あれでしょ、なんか一撃必殺というか、相手を一発で天に滅するやつでしょ。ね、なかなか入んないけど天に滅するやつ。この並びだと、あ、なんか高熱のガスが当たりなのかなっていうイメージなんだけど、合ってんのかな。あ、正解正解正解。正直ね、ザキはね、まあね、睨みが弱いから半分ザキになるよっていうのはまあいいのかもしれないけど、高熱のガスが当たりだよな。で、レベル50でまたこれ分岐があって、
って B の氷塊バズーカか A のデスクロー。これはデスクローが当たりってこと？そう思うじゃん。なんだけどこれはね B の氷塊バズーカが当たり。それはブレスだからってこと？正解、ね、あーなるほどね。デスクローは物理じゃないで、こいつ攻撃力だけだとまあそこそこなのよ、はいはいはい、上位だけど、うんうんうん、そうすると今ねギガンテスにせよデスタムーアにせよデスクローそんな入んねんだよな。あーでもなんか珍しいね、この B の方が当たりって珍しくない？ B の方が当たり相当珍しい。高熱のガス氷塊バズーカーの組み合わせが最強かな。なるほどね。まあでもこれ1万8000歩族の魔王だから、まあ、当然このレベル50の分岐の B か A かだと他のモンスターとかに比べるとやっぱ A が割り振られる確率が高いんでしょ。あ高い気がするね。ちょっとまだ統計出てないと思うけど A の方が高い気がする、うんうん、あの他のモンスターより高い気がするな。なるほどね。続いて最新環境現環境での強さ、これは例のごとくティア表動画見てほしいんですが、うん、S ランクから SS ランク、まあ、つまり2パーティー3パーティーなんだったらいけるぜぐらいなのかな。まあ1パーティーが2パー、まあ、2パーティー前後ぐらいかな。ただまあ本当に性格一致を引ければ世界が変わるレベルに強い SS。 あそうかそうか、性格一致が引ければ SS 世界変わるぜっていうレベル感だよね。はいはいはい、ロマンあるな。いやロマンある、こいつはロマンあるよ。続いて耐性、これがね優秀なんだよ。まず超耐性がメラとイオ。メラとイオ、なるほどね、うんうん、結構飛んでくるじゃん今高熱のガス流行ってるし、ねね、イオナズンも流行ってるよね、うんうん、が超耐性半減です。さらに耐性でギラとドルマ。あこれもいいんじゃない。そうこれいいんだよ。ギラとドルマといえばこれはね竜王様です。そうなんだよ、竜王様の二刀流を完全にシャットアウトしてるっていうね。これなんかもう今流行ってるモンスターにことごとく耐性やな。そう耐性なんだよ。で逆に弱点は超弱点がまず一番流行ってないバギー。いやまあバギーなんか飛んでこないもん、うん、で弱点普通の弱点がデインとヒャドなんで、これはちょっとね流行ってるよね。あこれちょっとあれだな、うん、まあ言うて今一番流行ってるのがデインヒャドはこのあたりだもんね。そうそうそう、だから竜王の雷のすり抜けだけやっぱ食っちゃうよね。はい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 、だからデインかヒャドまあ少なくともどっちかぐらいはケアしたいなみたいなイメージはある。なるほどね。続いて成長について、これはねまずねブレスキャラだからメラブレスとヒャドブレスは大当たりね。あそれな、うん、まあ、ただ自分が持ってるブレスと逆が育っちゃうと微妙だけどね。あそっか、噛み合わないパターンがあるのね、うん、噛み合いだけちょっと大事だけど、とにかくブレスまず成長したら当たりです。はい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 。で続いてブレス耐性、これはまあ無駄にはなんないかなっていう感じね。まあまあ確かにね、うん、で麻痺成功率とメラ残体はまあ正直あんまり使わないかな、効果薄いかなっていう感じ。まあ無駄じゃないんだけどな、特にメラ残体はデスクローじゃないと本も意味なくなっちゃう。あそうだよねそうだよね、うん、ちなみにコングがデスピサロを追ってる理由としてこのメラブレスがあるんだけど。あるよねそうそうブレス玉優秀だよなこいつ。いやそうだからこいつは極み引けなくてもまあ最悪そのブレス玉育ってくれれば、うんうん、継承玉抜くチャンスとしてね、あるあるあ る, あるちょっと優秀であるメラブレス、そういう意味キャドブレスブレス耐性これ優秀だよね。いやそうだよね、うん、さらに今メラ残体微妙って言ったけど抜く分にはいいからね。あまあ確かにそうだな、うん、灼熱サイクロンの強化だからね。うん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 、メラ残体も玉としては優秀、まあ、だから追って損はないってことだよね。追って損はないですよ皆さん、継承玉も超優秀です。続いて得意な相手と苦手な相手を紹介します。まずは得意な相手筆頭デスタムーアさん。これよこれなんだ よ追い風の一番の理由は、いやデスタムーアはまず物理硬いけどこいつはブレスで攻撃します。しかもメランもヒャドも弱点なんだよデスタムーア。いやこれデスタムーアが得意な相手って出るの初めてじゃない。あそうかもしれないね。あでもイカの時に出したかな、でも少ないよね。そうかそうか、まあまあ、うん、でもイカもデスピサロも、まあ、言うてデスタムーアが登場したことによってまた脚光を浴び始めたみたいな。そうそうそう、ね、完全に追い風受けてるよね。そうだよね。であと得意な相手はあの素早くて柔らかいやつらが得意なんだけど、シンプルに言うと、はいはいはい、キラパン、シルデビ、ジャミラス、このあたり。なるほど、まあまあキラパンはまあ少なくなったとはいえまだ使ってる人結構いるし、うん、シルデビなんかもう今筆頭だもんね、うん、そうそう、こいつらがねメラとかヒャドとかやっぱ通るのよ。かつこいつら柔らかいじゃん、柔らかいじゃない、もう先制攻撃してなんぼのモンスターたちだから、うんうん、これね不意に先制されるとマジで痛いのよ不意に先制ね。そうターンを1
ターン奪い取られちゃうイメージ。どうせ一ターンしか動かない前提のモンスターが一ターン奪われたらもう何もできない。そうそうそう、もうキラパン、シルデビ、ジャミラスとかもさ、一回動くか動かないから勝負じゃん。もういやそうだね、その一回を奪えるこの電光石火よ。極悪やな。いや極悪なんだよこいつ。だから素早いモンスターキラーとして使います。なるほどね。で逆に苦手な相手、これね、まずめちゃめちゃ苦手なのがギガンテス。あー、だから今まで流行ってなかったと。そう、今まで全く流行ってなかったのはギガンテスがまずヒャド超耐性、メラ耐性だから、あーもう何もできなくなっちゃうね。で極めつけにこの覚えちゃう弱化の睨み、これ麻痺なんだけど、麻痺を与える技なんだけど、うんうん、この麻痺がギガンテス無効なのよ。弱化のパーセンテージイコール外れコード、そう無効って出るからね。外れコード、そうまずガチ外れやん。いやガチ外れやん。だからギガンテスにもね、めっ弱いのがこいつの特徴。なるほどね。あとは一応挙げるとすればバルボロス、弱点のヒャドをガツンと打ってくるし、まあ電光石火で先制できるかもしれないけど、基本的にはバルボロスの方が早い、うんうんうん、素早さで言うとね 5,60 上かな。あ、まあそうなるとちょっとあれか、うん、1個持ったとてみたいな話になっちゃうか。そうそうそう、 S1 個持ったとて互角みたいな。まあ S1 個向こう盛られてる状態って考えたら、まあ先制されるよね。あとはね、キラーマシンがね地味に苦手なんだよね。あ、そうなの。そう、メラブレスも通らないし、ヒャドブレスも等倍で、向こうからは氷結乱撃が突き刺さっちゃうんだよね。あー、そういうことね、うん、氷結乱撃はめちゃめちゃ大ダメージ受ける。だからこのバルボロス、キラーマシンの苦手意識をちょっとでも薄めたいなら、やっぱヒャド耐性もろうかなって感じかな。はいはいはい。これもうさ、ギガンテスはさ、もう絶対出しちゃいけませんレベルだけど、バルボロスとかキラーマシンに関しては、まあ、ヒャド耐性持ってればまあ出せるよねぐらい苦手ってこと。そんな感じ、そんな感じ。耐性でしっかり対策すれば、はいはいはい、例えばバルボロスだったら眠りとかかな、あとキラーマシンだったら高熱ガスも飛んでくるから麻痺とかね、そのあたりをちゃんとケアして出せば、別にそんなに絶対出せないって感じではない。まあでもあれだね、なんかデスタムーは強く出せて、ギガンテスにはことごとく弱いですっていうのは、もう壁を見てなんか出す相手決めるぐらいシンプルになんか選べそうやな。あ、そうだね。あとはもう仮にギガンテスだったとしたら、残りの3体がもうめちゃめちゃ有利みたいなね。あ、そういうパターンね。そういう盤面とかを見て出すイメージかな。後出しの ね恩恵をしっかり受けないと活躍させられないモンスターだと思う。ただこの次におすすめ継承紹介していくんだけど、ギガンテスに出せる継承もあります。何それ、最強や、うん、最強や。それを紹介していくと、まず攻撃スキルなんだけど、高熱のガス個体だったら、いっそねこれね、雷光バズーカつけると強いと思うんだよ。うわ、マジっすか。とかこれでギガンテスに出せるよ。雷光なんか持ってないっすよ。いや、そうなんだよね。そうなんだけど、高熱のガス個体のレスピサロお持ちの方、雷光つけたらめちゃ強いですよ。壁選ばずに出せるようになるのでかい。最高級や。最高級、最高級。ただ持ってなければ高熱ガス個体なら、下級バズーカでもメラブレス盛りすればかなり威力出るから。なるほどね、うん、あの全然全然下級バズーカでも十分強いと思う、メラブレス盛りね。で続いて、高熱のガスなかったけど氷塊バズーカ持ってたっていう答え、あのさっき50レベルで当たりは氷塊だよって言ったやつ、ね、うん、こいつだったらもうね、輝く息つけてヒャドブレス盛りだな。うん、あー、なるほど。もう完全に色が違うね。色が違う。ただ両方ね、今環境に刺さってるから普通に強いよ。まあどっちでもいい、メラブレス個体もヒャドブレス個体も普通に強いと思う。ただヒャドブレス個体の欠点はギガンテスに出せなくなります。あー、そっかそっか、そういうことね。ギガンテスに氷塊バズーカマジで飛んないからね。で最後に外れなんだけど、デスクロー個体引いちゃった場合ね、 A スキルなのに。そう、 A スキルなのに外れなんだよこれ。デスクロー小五分だったら、これね、やむを得ずなんだけど、もうね、氷塊バズーカ後付けして全体小五分でヒャドブレス盛りかな。性格が一致してれば頑張れる。魔王でせっかく極み引いてさ、苦渋の選択したくねえよ。いやでもね、ありえるよ、ありえる、全然ありえるよ。いやそうだよな、だってデスクロー A スキルだもん。ただデスクローすり抜けると強いから、すり抜けると強いから。そっかそっかそっか、 そこは救いだな。デスクローはすり抜けた時用みたいなね、はいはいはい、もう割り切って。凍える吹雪もまあまあ威力、輝く息と比べちゃうとあれだけど、まあまあまあ高熱のガスと同じぐらい出たりするか、威力的には、うんうんうん、近しい威力出るか。ヒャドブレスちゃんと盛れば普通に400とか300後半とか与えて、あ、まあでもそんだけ出るならいいね。まあ相当しっかり盛れればね、 S で。で一番きついのが AA なのになんだけど、デスクローザキ個体ね。いや見た目はめちゃくちゃかっこいいけど。そう、見た目はめちゃめちゃかっこいいんだけどね、これもね、もうね、本当の苦肉の策になっちゃうけど、まあ最初ね、灼熱サイクロンでメラ残体盛りかなって考えたんだけど、うんうんうん、多分結局攻撃火力不足になっちゃうから、やっぱもう割り切って高熱のガス
スでいいと思ってる。ああ、高熱のガスを後付けと。後付け。で、単体はデスクローだけど、全体は高熱のガスで、ただ、この個体だったら正直、ちょっとトリッキーな使い方で、例えば麻痺成功率持ってみるとかね、睨みの外れ感を減らすために。はいはいはい。とか、あとはもう耐久重視でヒットポイント持ってみるとか。ああ、もう火力はもう見ないと。どっちみちね、なんか中途半端盛りになっちゃうからね。あとは、電光石火魔法カンタ個体とかも実は面白いと思ってる。電光石火魔法カンタ個体詳しく。つまりもう1ターン目の一番最初に魔法カンタすんのよ。あ、もうそれ最強マリアや。もうそう呪文パーティー終わったになるっていうね。あ、それもうなんか1ターン目で勝ち確みたいなやつや。ちょっと面白そうでしょ。うん、面白そう。うん、いやこれね、保証はしないけど面白いと思 う, そう、ちょっとやってみてえな。それマスイチとかグラマスで通用しますかって聞かれたらちょっとわからんけど面白いと思う。いやでもこれさ、マスにで、次回マス1目指しますみたいなコングがグラマスに一発逆転下克上を起こすならこういう個体にしたいね。そう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 、まさにね、まさにね。でもケンシロウは切れ者でもうさ、正直睨み 38% だったから、うんうん、魔法カンタつけてみたよね。そう、なるほど、うん、試した見た感じ本当に用途を絞ればなんとかなるかもしれないぐらいの感覚だったけど、ああ可能性はまあまあなくはないんだね、うん、まあ高熱のガスつけるようだろうね。今ちょっともったいないから激しい炎で練習してるけど、呪文アタッカーってメラが通りやすくてヒャドはあんま通らないから、メラが通りやすいから高熱のガスつけて麻痺に期待しつつもう最初に魔法カンタ貼るみたいなね。だ呪文アタッカーが相手に2体とか3体いた時に出すイメージ、うん、なるほど。まあそうなるとあれか、まあまあ限定的というか、うん、汎用的な感じではないね。感じではない、感じではない。ほんとピンポイント明らかに呪文パ来たっていう時だけ出すみたいなね。シャドサーシルデビーみたいな時に出すってことね。ただ今ちょっとね、自分の個体がかわいそうすぎて語っちゃったけど、基本的には強化スキルはつけない方が強いと思います。ブレス攻撃力が高いから、うんうん、どうしようもない個体以外は強化スキルは空っぽにしておきましょう。つまり切れ者どうしようもない個体というか、どうしようもないよこれ。どうしようもないでしょどう見ても。だってにらみ 38% きついぜ。いやーハゲるな、うん、ただ魔法カンタつけたら 30% まで下がった。そして強化が 20% 半分ぐらいしか攻撃しないやん。そう、まあこれでちょっと遊んでますけど、厳選は継続してますよ。後でランキングで詳しく話すわ。うん、楽しみで、あとは赤玉については基本的には先ほど記載したブレス玉盛りまくってください。メラブレスだったらメラブレス、うんうん、ヒャドブレスだったらヒャドブレス。もうね、素早さ盛るのはもったいないから、電光石火の期待値があるから。あ、そうだよね、そうだよね、うん、むしろ盛らない方がいいんだもんね。そう、ね、もう盛らずにブレス玉を基本的には盛りまくった方が強い。あ、わかりやすいね。わかりやすい、わかりやすい。で、水色玉についてはまずね、本命がヒャドとあとは麻痺かな。 B で OK、 B で向こうにできるから。 B で OK はちょっと嬉しいね。嬉しいでしょ。ただこいつメラ耐性、メラが 50% 耐性だから相手の高熱のガスはガンガン受けてほしいんだよね。メラブレスに相手には積極的に出したいから、ここでいちいち麻痺ってるとね、だいぶ活躍の幅狭まっちゃうんだよね。そっかそっかそっか、そういうことね。でデスタムガマがガンガン入ってくるから、うんうんうん、で麻痺 B はつけとく価値あるんじゃないかな。なるほどね、うん、これ重要そうやな。であとはヒャドが本命かなっていう感じ で、あとは対抗としてもうね、シャドサとかあとは竜王のイカズチが痛いとかっていう時はデインも選択肢だし、あとは獣に出したいでもキラパンキラーにしたいとかね、キラパンライオンの組み合わせに出したいとかって限定的に絞れるんだったら獣耐性とかも選択肢かな。なるほどね。じゃあ最後に将来性込み性格スキル別ランキングいきます。待ってました。第10位切れ者早と六つりスケベ、この2体ね。六つりもか、六つりもね、六つりもね、弱化多すぎ、これね、弱化多すぎ。あ、そうだよな、さすがにひずいということで第10位、とりあえずまだ救えないと思ってる。ちょっと模索しようかなっていうのは思うけどね、引けたから。なるほどね。ただ基本的にはきついと思ってる。で続いて第9位は頭脳明晰。あ、頭脳もダメ。まあどんぐりだな。正直9位と10位はどんぐりなんだけど、頭脳はさっきの魔法カンタ個体がだいぶ作りやすい。弱化が少なくて強化が多くなるのよ、両方つけるとね。ああ、そういうことね、そういうことね。弱化を減らすことができて、そしてね、魔法カンタ 30% とかの個体になる。それぐらいいかないと魔法カンタ個体使うのちょっと怖いよね。うん、そうそうそう、逆にね、俺みたいに切れ物で使ってるのこれ中途半端なんでね、 20% だから魔法カンタ。なるほどね。だったら頭脳でやりたいなみたいなね。うんうんうん。ちなみにムッツリは強化が低いんで、そもそももっと無理っていう感じもっと無理ね。うん、だから9位を頭脳に、1を
倒した。あとは全体が多いからね。あ、そうだよね。そう、こいつデスクローをはじめとした全体が強くて単体が弱いモンスターだから、そういう意味では頭脳はまあ一個上にしてあげようかなみたいな。なるほどね。続いて第8位は力自慢と抜け目がないのデスクロー個体。でもなんかデスクローで力自慢とかって聞いたらなんか結構なダメージ与えられそうなイメージなんだけど。いや、そう思うじゃん。そう思ってたんだよ。そう思ってたんだけど、計算したら弱点のデスタムーアにいいとこ400なんだよね。まあ300台。ああ、なるほどね。ちょっときついよな、それじゃ。うん。せめて500以上ぐらいはさ、コンスタントに与えてほしいな、壁打ちだとしても。と考えると、かなりきついな。まあ、会心盛り個体とかちょっと可能性あるのかなとは思いつつ、一旦きついという判断をしている。なるほど。うん。ただ、頭脳、むっつり、切れ物よりは、やっぱ弱化が少ないから、8位にした。うん。頭脳、むっつり、切れ物はね、もうスキル問わずね、きつい。話にならんってやつ。話にちょっとな。で、第7位。第7位は、同じ力自慢抜け目の氷塊バズーカ個体とおせっかいのデスクロー個体。デスクローでもおせっかいは1段階上なんだね。上だね。ここで厳選終了ラインとしたい。この7位はセーフと。7位セーフ。7位セーフ。ほう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 。まず力と抜け目は、まあ、弱化が 22%25% とちょっと少ない上に、氷塊個体だったら輝く息つければヒャドブレスは文句なしの威力が出るって考えたら、デスタムーアに出すって決めれば使えると思う。なるほどね。うん。で、同じくおせっかいのデスクロー個体、これおせっかいのデスクローはまだ威力出ないんだけど、おせっかいって弱化が 10% しかないの。ああ、そうか。それがもうあの8位9位10位との明らかな差ってことだよね。そう、明らかな差で弱化が明らかに少ないからすげえ攻撃してくれるんだよね。これももう全体ブレスにかけるイメージで普通に使えると思う。まあでもなんかあれやな、7位で厳選終了って考えると、まあ6割ぐらいは厳選終了できる感じなのかな、この極み引いたら。まあただ9位10位で8分の3持ってかれてるんで、6割近いぐらいセーフなのかな。でも呆れ物引いた後痛えじゃん。痛えじゃん。えぐってくるね。4割おめでとうございます。いや、やってるわ。ただ7位はセーフです。安心してください。使ってあげてください。うんうんうん。続いて6位。6位は力自慢と抜け目がないの高熱のガス個体。まあ、こっから強いよ、もう。高熱個体になれば雷光つけれますからね。下級わずかでも強いけど。あとは大ぐらいと一匹狼のデスクロー個体。うわー、ちょっとこれさ、大ぐらいとか一匹狼引いたのに6位って感覚になっちゃうよね、これね。ちょっとなっちゃうよな、デスクロー、デスクロー。うん。まあ、大ぐらいと一匹狼はやっぱ物理もいける性格だから、デスクローの威力もまあ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 一応担保されてる。上に弱化が少ないってことでね。なるほどね。ここにもいたけど。まあ、ブレスの方がいいよね、正直ね。そうだよね。うん。で、続いて、第5位。この辺からもう大当たりです。大当たりね。おせっかいの氷塊バズーカ個体。いいね。もうヒャドブレスマスター。ヒャド染めね。そう、ヒャド染め。ヒャドブレスマスターにしてあげてください。この個体を持ってる方は、ブチスライムの卵を周回する価値あり。輝く息を絶対手に入れてください。いいんだよ。あいつ持ってねえんだよ。いや、持ってるから30体に1体ぐらい持ってるから。もう、ね、コングのブチスライム多分60体ぐらいいったぞ、もう。いや、60はきついな。60はきつい。1回も出てきてない。まだハテナハテナハテナになっている。いや、でも、一応持ってんのよ。そうか。いや、でも、大価値ある、大価値ある。あのね、一昔前にっていうか、今もやってる人いると思うけど、イカズチが欲しくてシャドウを追うのと一緒の感覚。はいはいはい。一緒の感覚で、プチスライムを追う価値があります。なるほどね。そして、第4位。一匹狼の氷塊バズーカ個体と、おせっかいの高熱のガス個体。はい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 。まあ、おせっかいと一匹狼ね、正直ね、差は小さい。うんうん、うん。あの、弱化は同じ 10% 少ない。差といえば、ヒットポイントが多いかどうかなんだよね。ああ、なるほど。うん。今ね、やっぱ呪文とブレスが流行ってるから、ヒットポイント結構重要なんだよね。ちょっと前はね、守備も重要ってなってたけど、だからやっぱり一匹狼のヒットポイント多いのはいいよな。そうか。まあまあ、そうか、守備が前ほど重視されなくなってるってことだよね。うん、まあでも重要だけどね。一匹狼は守備はちょっと低いけど、その分ね、素早さもあるから。そっかそっか。うん。電光石火があるから、4回に1回は関係なくなるけど、まあ言うても4回に3回は素早さ依存だからね。うん。早いに越したことはない。うん、まあそりゃそうだな。うん。って考えると、おせっかいと一匹狼どっち欲しいって言われたら、やっぱ一匹狼がちょっと上だよね。うんうん、ただちょっとの差、ちょっとの差。正直火力は変わんないです。ブレスだったら火力は変わんないです。まあじゃあまあまあ言うてこの辺になるともうビサってことですね。ビサ、ビサ、ビサ。で、続いて第3位は、大ぐらいの氷塊バズーカ個体。いや、いいね。もうなんかもう全部いいねってなってくるよ、この辺。超当たり、超当たり。うん。大ぐらいは弱化も 12% 少ないし、全体が多いじゃない。なんといっても全体が多い。うん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 、
全体が多いから、うん、これ氷塊バズーカ個体で輝く息にするんだけど、まあ、ギガンテスに出しちゃってもいいんじゃないかな、もはや全体多く打つから。もうこの辺だともう最強 P 様ってことね。いやー最強クラスだよねこれ、間違いなく。羨ましすぎる。いやーてかこの超大当たりでまだ3位ってちょっとやばいね。いや3位よ、3位。第2位は一匹狼の高熱のガス個体ですよ。いやーそうなるか、そうなるか。高熱のガスの一匹狼とか出たらもう震えるよな最高だよな。神々しいよな、神々しいよな。後ろに連れてくモンスター変えるわ。あ変えるな、変えるよねこれ引いちゃったら。正直ねそのレベル感でも一匹狼で2位なのよ。2位ね。1位はということはですよ、ということは大ぐらいの高熱のガス個体。いやーこれはもうなんかさ最強って感じ。いやそう、まあ、全体が多い大ぐらいでかつまあタフさもね一匹狼と比べるとだいぶあるからね、うん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 、守備がやっぱ全然違うから、一番守備が高いのと一番低いのみたいな、そんなイメージだからさ、まあ、だからあれよね、その要は電光石火のその予部位置の素早さ関係ないですよがあるから、そうそうそう、一匹狼より明らかに大ぐらいの方が上であるっていう正解だよね。もう一番の理由はそうだね、電光石火がなかったら1位と2位逆だよね完全にね。あまあそうだよね、そうだよね、うん、ただ電光石火があるんで大ぐらいが1位。超お宝個体お持ちの方おめでとうございます。いやーこれはね羨ましいわ。うん、いや大ぐらい一匹狼の高熱のガス欲しいな。ライコーバズーカ欲しいな。いや欲しいね、絶対強い。ただ下級バズーカでも十分強いと思う。メラブレスがちゃんと漏れれば威力出るんで。そうだよね、うん、いいな羨ましい。いやっていうかまあこんだけ当たり個体がさめちゃめちゃ強いってことは超でも結構いいとこ行くんじゃないのこれ。いやそれな、これは超の大ぐらいか一匹狼にしよう。超の大ぐらいか一匹狼でスキルもデスクローじゃちょっときついから高熱のガスか氷塊バズーカ、まあ、すなわちブレス運用できる、うんうんうん、大ぐらい1匹高熱か氷塊ね、この条件だったら7位でいいと思う。ああ、もう厳選終了と。厳選終了でケンシロウの切れ者より絶対強いです絶対強いです絶対強い。いやでもこうやって改めて見るとさ、このスキル分岐ね、この50レベルの氷塊バズーカかデスクロー、ここ震えるな。ここでかいね、でかいね。あ、まあ、高熱のガスは正直3分の1だからちょっと運だけどさ、まあ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 50レベルの2V 値を当てたいよな。いやそうだよね、これだいぶ違うでしょ。だいぶ違う。デスクローはねもしかしたらね A スキルだからそのうち日の目を見る可能性は全然ある、うんうんうん、けど現状はブレスの方がいいな。でもステータスがブレス派遣って言ってんだもん、まあ、いやそうだよね、現状っていうよりもこの器用さ1位だからもうブレスのモンスターだもんね。そうで、まあこれ切れ物だからだけどさ、画面見てよ、これ攻撃力570で器用さ850だよ。そんなさこれ攻撃じゃなくてブレスするしかないでしょみたいなそうだよね、うん、まあ切れ物だからね余計顕著だけど600、800って話ですよ。そりゃブレス吐くよね。いやそうだな、これやっぱスキル分岐震えるなこれな、うん、でもね蝶の大ぐらい1匹持ってる人全然当たりですよ、使ってあげてください。いやいるんじゃないですかこれ、うん、はい、今回はデスピサロ取扱説明書やっていきました。これ改めてロマン枠ということが分かったので追うのが怖くなりました。いやこれ、ね、まあね 40% ってさっき言ったけどそうだよな、 2V1 だな。いやそうだよね、実質 2V1 を引かなきゃいけないんだよ、引いてから。怖え。しかも引いた瞬間に切れ物って出たらもう分かっちゃうからね。そうだよな、いやきつかったな、なんか紫卵割るの怖くなった、もう怖くなった、これ出た瞬間にハマってんな。あ、ただまだ追いますよ、これ強いもん。いやそうだね、これちょっとあれやな、ファンキーズ3人で誰がデスピサロ当たり個体先に引けるのか勝負やな。いや勝負だね、勝負だね、うん、今ねコインで交換できるからもうねマラソンできるからね。そうだね、確かにカジノよりはね現実的だよね、うんうんうん、確かに4000枚で買いましょうと、うん、まだ引けてない人一緒に頑張りましょう。そして引けてる人はぜひコメント欄で自慢のデスピサロスペック教えてください、教えてください。このチャンネルでは毎週火曜日に仲間モンスターの動画を上げています。皆様からのいいねボタン、チャンネル登録と、そしてコメントお待ちしてます。お待ちしてます。週末にはライブやってますのでぜひ遊びに来てください。遊びに来てね、待ってます。それでは今日はこの辺でレッツファンキー。